さあ始まりました、トマト高齢島娘スイッチンダービー、 TikTok、ツイキャス、あらゆる媒体から集められしスイッチンリスナーたちによる熱き戦い。このレースに勝利した島娘は未来英語を語り継がれる伝説となるであろう。しかしこのスイッチンダービー、ランダムに仕掛けられし落とし穴の位置を華麗にかわすだけでなく、時に最短距離を行くという英断と運が求められる。一瞬の迷いや操作ミスでいともたやすく突破が入れ替わる。前方の島娘が走り抜けたダミー落とし穴の上を突っ切るスリップストリーム的戦法なども効果的。現在トップはコツさんブラック、大きな木の向こう側に差し掛かるところ、見えない落とし穴は簡単には避けられない。さあ大きな木を一番初めに抜けていくのは今だコツさんブラック。しかしスイッチンダービーの直線はここからが長い。落とし穴が先ほどより多く配置されており、トップがまだまだ入れ替わる。独走状態の油断は禁物、すぐに後続の島娘が追いついてくる。2番手のハウススラムが上がってきた。ユーロサンライズ、モメブライト、サリーサーが続きます。水路をジャンプし、その後足元に罠ありけり。さあスイッチンダービーの課長に差し掛かりました。少し手こずっているか。ここで抜けてたオモメブライト、ジグザグに配置された落とし穴を正確なコントロールさばきですり抜けていくべきところ。わずかなミスの隙に踊り出たのはサイレンスアヤカ。最後の3面落とし穴、最初にコインに拾った島娘が優勝となります。さあ3つ目の団子状態、勝負はまだわかりません。おっとサイレンスアヤカが3マス目の落とし穴、これは勝負だったか。サイレンスアヤカ、サイレンスアヤカ、サイレンスアヤカだー。第1回スイッチダービーを制したのはサイレンスアヤカでした。